皆様どうもこんにちは、わたぴことガルナです。ワンオンワンガチマッチパート6にしてついに最終回になるか、残り3ステージでございます。セビアさん、はい、並ばれましたね。10対10、並んじゃいましたね。やはりこう後半にかけてこうね、スロースタートアップリが出てきたというか、私の体力がなくなってきたかという。まあ俺もまだまだ若いんで、マシン総理ですか、うん、違いますか、まあ、そういう体力ではやっぱりね、負けたくないなと、体力だけは負けたくないなと、こう下向きじゃなくて前向きに僕も行くべきだったかな。うん、ちょっとね、ボケマーク、いよいよね、この表情の差が表情の差が勝敗の結果の差に、いや出始めてきてるけどね。ちょっとね、ここで追いつかれてしまったのは僕もメンタル的に結構きてますからね。うん、何で行こうかな。早く武器を選ぶがよい。何で行こうかな。いや、何を選べばいいんだ。笑ってもこれが最後だぞ。いや、こう自分がね、こういう風にやると何の武器をやるかというか、全然他の武器を触ってないなっていうのがこう如実に現れて、すごく悲しいですね。うん、何でもいいですよ。パブロでパブロヒューで行きましょう。パブロヒューヒューで行きましょう。 OK。今回ルールはどうしますか。ルールはヤグラ2連戦でいきますか。ヤグラですか、またいやらしい、これ上取った方が強いからな。そうですよね、うん、さあどこ来る。アロワナニョロンモール。やーい、前回はここを100錠で決めた。嫌な思い出しかない。よっしゃ、じゃあスプラチャージを持ってて。マクロシューか。あ、やばい、3350。お、私は1万6000ですね。出た、あまり変わらない。これをちょっと、これメイン性能アップって塗り進み早くなんだっけ。若干早くなりますが、ほんのちょっとだけね、ほんのちょっとだけね、若干早くはなりますがっていうとこですよね。がしかも今回ヤグラでしょ。うん、そうそうそう、これね、多分、うん、多分だよ、俺ね、あの、秘蔵の靴を。秘蔵の靴、こいつを。こいつを。俺も押し入れの裏に取っておいた、秘蔵の靴を。こんなこともあろうかと思って、きっとこの、ワンワンガチマッチ、パブロヒューが来るだろうと思って、秘蔵の、この、靴をね。いや、これ迷うな。これほんと迷うな。これでいいのか、俺。さあ。いや、よくない、よくない。よくなかった。さあ、残り15秒。ちょっと冷たいか。いや、捨ててみよう。よし！おい！さあ、対して私も今作はパブロはそこまで使っていないですけど、しかもヒューですからね。ボムがないだけでね、ヤグラがどうなるか。俺のパブロ金がうなるぜ。親方上からスフィアがみたいな感じになりそうで怖い。なりそうだよな、このステージ、いかにも。よし。お、セーラー服。よーし、すごいね。で、弦。メイン性能、スペシャル性能。あっ！届くんじゃない？なるほどね。つけて。やばくないか俺これ。どうしよう。確かに。よーし、オッケー。復活したな。いや。いや、俺乗った乗った乗った今。何でしょう。乗る、やったーやった、ヤクザだ。俺先に乗ったと思うよ今。ちょ、審判。若干こう空いたのね、 0.4 とかだったんじゃないですか残り。え、何何何何。
え、これマジでおかしいでしょ今のは。いや、スプラトゥーンの神様が言ってますよ。君の負けですよ。京都行くぞ、もう。セピア君、君の負けだよ。くっそー。そう。いや、でもね、そこに持ってくまでの展開がもう、いや、本当に、そろそろ、いろいろ教え合おうぜ。多分ね、お互い、そうですね。強い部分と弱い部分がはっきりしてるから。僕は、フォコショーを教えればいいんですか僕は、それが投げられる位置を教えてもらうか。あ、じゃあ武器ですね。はい。ね、まあ、シュータ系でいきたいな。なるほど。あれ ?96! のどうしよっか。二つあるよね。いや、スフィアやだ。無印の、純正の方で。純正ですか。スプリンクラーと、アマ?あだね。あの、アマだね。あ、なるほど。塗りが強いですね。いや、ここは歩行に行きたいんだが歩行に行きたいが、最後に取っておくか。いや、だってここで僕が負けたらどうせアサリ選ぶでしょどうせアサリ選ぶでしょどうせアサリ選ぶでしょそれあえて潰しておくっていう、いや、作戦もありだ。なるほど。そしたらエリア勝負になるのか。じゃあ、あえて潰そう、アサリで。いや、なんかこれ誘導じゃないか?誘導じゃないか?お、ここで矛で決めてしまうのもありだぞ。まあ、そうだね。よーし。これを勝てなかったら僕はアサリで負けるんだ。お互い排水の陣感。排水の陣だ。矛で行こう。おい。ただ。タチウオか。ワトさんがリードしてるっていう、そのポイントはでかいんだよな。その一点において俺は大きく不利を後手を取ってしまっている。まず96を探す時点でこう時間制限が、あった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 ね。11万6000、白旗。しかし、ホコだったよね。ホコですね。ホコだったよね。ということはどうしようかね。ステジャンですね。ステジャン。どうしようかね。ステジャンするしかない。ついにここで飛ぶしかない。飛ぶしかないか。あとはマジでここ考えろ。本当に割と重要ですよね。正念場。考えろ。なんかかつてここまで真剣にガチマッチをやったことがあったろうかぐらいにはこう真剣ですよ。いや、これそうなのか。本当にそれでいいんですか。ついに捨てたぞ、あれを。俺捨てた。一体何を捨てたんだ。大仏かな。よし、自分を信じろ。自分の装備を信じろ。さあ、11対10で迎えた22戦目。勝つぞ。にゃんにゃん。もうスプリンクラー部分俺が先に行く。カードよね。一発。手首が、あー手首。いやー、決まった。これは先にもう負けるって分かってるから矛を持つべきだったか。危ない。にゃん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 。どうしたか。落ちた。ええ。壁を塗ったんですよ、私は。ほら、どこにいる。
にゃん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 それがうめえよな。わかるもんなんだ。あー惜しい。落ち着くべきだったな。今のはリードを取るんじゃなくて。わかるもんなんだ。クドはな、どうしてもな、落ちて落ちて落ちて。事故れ事故れ。事故れ。よし、ちょった。ちぐられた。でも大丈夫。まだいける。まだいける。そう。ここでリードを割いていることによって、私はなんと落ち着きを取り戻すことができるのです。おお、いい作戦だね。こういう作戦できたか。ちょったぞこれ。あれ？ここ。俺まさか。やだ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 。やだやったー。あー、いやー悔しい。これは完全に流れが来てるぞ。誰がこの展開を予想したか。一本選手です。一本選手になりました。わーマジか。武器をお選びください。武器ですね。もう私には何も武器が残されていないのですが、最後に残ったのがアンチョビットゲームズ。ステージがもう確定。何にしようかな、何にしようかな。私は一体何の武器を選べばいいんだ。アンチョビだろ。ちょっとさりげなく頬にカーソル合わせるのやめてくれね。いやいや、先に戻しておいて現状復帰していただけですよ。アサリだろ。自分を信じろ。私がかつてやっていてまだ使っていない武器ねえな。ここにして残弾が尽きた。わあ。そうなるともう覚悟を決めるしかないですね。お、一か八かでいきましょう。セピアさんが苦手な武器者は分かってるんですよ。ローラーでしょ。カーボンローラーデコでいきましょう。なるほど、なるほど。最後にふさわしいじゃないですか。あの一触即発な感じ。そうだ。これで勝負が決まる。今までこう2時間半やってきた。この連戦の勝負、勝ち負けがここで決まるわけです。エリア、アサリ、ヤグラ、ホコ。なんかここはアサリでいきましょう。アサリ。決めましたね。サンチョビー、カーデコでいきましょう。決めるしかない。ラスト。ここにあるかな。どこにあるかな。これね、そこそこやった気はするんだけど、あ、5003だった。セピアさん、はい、謝罪しなければ、ね、嘘でしょ。謝罪しなければならないこと。嘘でしょ。ゼロです。負けらんねえぞこれ、こんなんゼロの相手に負けなきゃねえぞ。どうしようかな。怪物はいらない。いや、これはどうしようかな。でもとにかくキル勝ちしていくしかない。もうアサリだから、キル勝ちしてキル勝ちして。そうそうか、思えばこのワンオンワンもスプラローラーイカ人で始まった。そしてローラーに終わる。なんと素晴らしい決戦じゃないですかね。これでリベンジを果たしてやろうじゃないですかね。ほいほいほい。若干キャンピングシェルターガチホコが思い浮かぶんですけど。うるせえ。えぐってけえぐってけ。精神攻撃は基本。え、まだ決まらないですか。スクイックリンで、スクイックリンでボロ勝ちしたのは俺はついさっきのことだと思うんだけど。そうね。そうですね。いや、むしろなんか今のガチホコがすごいショックですよ。よし。食い込ん決めてけ。
一本食い込ん。いける。いける。俺はこのルールであえてイカ忍者にしてきた。なるほど。アサリを9、そういう戦術で。アサリを9集めていたら要注意だな。そういう戦術で。私もイカ忍なんですけど。いくぜなんだよ。くそ。あれしかもあれか。最後はオワタピーリスペクトで頭の装備もいっちゃいましたよ。なんかあそこにオッパって書いたの面白いな。新春早々お盛んですね皆さん。あ、そう止まっちゃうのか。いやだね。よし、あ、なに、よし、飽きた。いやー、決めてけ、決めてけ、落ち着け。勝てる。相手も大だと思っている。ローラーシュートだぞ。いるなそこに。よしオッケー、よし来た来た来た。セピアさんが集中してるのか分かるぞ。だって実況プレイヤー喋ってないもん。あー負けた。セピアさんが多分マイクが抜けてるな。これ全然喋ってないもん。マイだ。あ、ん？こちらに音が入ってこないが、まあ大丈夫だ。いや。何？黙ってるだけか。貴様。こちらが早い。以上をもちまして12対11でガラワタピさんの勝ちです。やった。
セピアさん。セピアさん。ここ世界取れ。いやでもこうなんだろう、お互いサイガー、ホコとアサリ苦手なやつを一本ずつ取ったっていうのはこの短期間の間に成長したのかなっていう気はしますね。まあそうかもしれないね。でも前回よりはいい接戦を俺は演じられて、まあそのことは嬉しいよ。よかったです。いや逆に言うとなんかこう自分のダメなところもこう如実になったし、セピアさんも自分のダメなところが分かっただろうし、何より僕武器が少ない、うん、いやでも少ない中で勝ってるんだから。23種類ですもんね、なんだかんだ。あのいわゆるコラボとかそういったマイナーチェンジなしで23種類、うん、なしで、そう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 、うん、ちゃんとやりきってるっていうのは、まあやはりサーモンランが大事なのかなという。まあサーモンランはそうね。ですね。結構あれは本当にいろんな武器に触れて、この武器知らない、全く知らないっていうのがなくなるから、そうですよね。そういう意味だとサーモンラン、このワンオンワンガチマッチをこれからやろうかなと思っている方は、まずは手始めにサーモンランをやりまくってみるっていうのはいいかもしれないです。ですね。で、あとまあ最後に言うのもあれなんですけど、実は僕、まだ一回も触ってないサブで、炭酸は触ったことないんですよ。あ、へぇ。そうなんですよ。おお、じゃあ別注シリーズの時に選択の別注とかやっとけばよかったかもね。かもしれないですね。あ、ちなみにトビードも初だったんですけど、あれはホクだから、あれはホクだからいいとして。いやー、というわけでセピアさん、すっかり忘れておりましたが、はいはい、実はブラスター一回もやんなかったかな、もしかして。あ、本当だね。いや、お互い選ばなかったですね。うん、本当だ。ね。そしてまあ僕がこんだけ負けたっていうのもありますから、ね。スピナーは全部使ったっていう。いや、そうです。もうこれ、あれでしょ、次回までにセピアさんが全部スピナーも極めてくるって感じになるでしょ。ああ、まあでも俺もスピナーは結構好きだからね。ブラが一個もなかったのは逆に俺は、あれ、追い風だったとは思う。ああ、ブラ、そういえばブラスター苦手でしたね。うん。いやあ、というわけで。まあはい、約6パート、ね、3時間にわたって本当だな、ね、もうこれ3時間やってるの。3時間やりましたね、もう本当に。いや、お送りしてきましたけれども、皆様いかがでしたでしょうか。よければね、あのコメントとかで、ね、残していただければね。いや、セピアさん惜しかったよとかね、はい、ガーナさん頑張れとかね、なんか頑張れっていうか、もう優勝だからね優勝だから、むしろ、むしろ俺頑張れ、かっこ白目みたいな、なんかそういう棒、かっこ棒みたいな、そういうのが多分並んでることと思う。いやー、まあ暑かったんですけれどもね、まあほぼね、まあもうこれを投稿するくらいもう2月に入ってるかもしれませんけれども。確かに、そうね、最終パートは。結構ね、もしかしたら2月の投稿かもしれないけど。いやー、楽しかったです。ね、ぜひ、またね、うん、なんだろう、半年後とは言わずにね、疲れちゃうから年末年始企画。一年に一回、なんかさっきさ、だってワンシーン一回くらいやってもいいじゃんって言ってたのに、何え四半期に一回。やろうぜ、やろうぜ。四半期に一回。あれかな、動画にするのはね、あの、半年に一回とかでもいいけど、なんかこう、たまにまた、お互いにね、生配信でね、ね、生配信、生放送でね、うん、こうね、今度はもう武器バラバラでね、こう、お互いに得意な武器だけを使って、ね、やるみたいなもんでも面白いかもしれないですし。うん、ありありあり。ね、そしたらもう完全にじゃんけんになりますけどね。うん、あの、ホコは禁止で。ホコ勝ったじゃん、最後。おお、まあね、まあなんとかね。こっちだってアサリ禁止にしたいよ、そして。なんとか。アサリ最後勝ったじゃん。最後なんだろう、決勝点。あ、もう、あんまり長く喋って。収まらなくなっちゃうんで、これで。はい、そうですね。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。セピアさん、またやりましょう。ぜひ、ね。おい、次回はね、私もランク、なるべくね、星付きになれるように頑張っておきたいかなと思いますんで、うん、ね、少しでも追いつけるように頑張りたいと思います。待ってるぞ。はい。3周目、星3周目で待ってるぞ。早いんだよ。また差広げられてんじゃん、そしたら。はい、というわけで、今回はこれでおしまいとなります。お相手は、はい、オワタピーことガルナと、セピアボケーマークでした。はい。あ、すいません。ガルナボケーマークでございました。ああ。はい。うつむきボケーマークさん。うつむき、今度はちょっと前向きにやってきます。お疲れ様でした。はい。はい、お疲れ様でした。